マテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆきです。神井風来です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていく文具カフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、8月半ば来ました。はい、はい、暑い暑い暑いですね。暑い、マジでやばい。もう本当に外歩いてたら死にそうな感じですね。はい、そんな7月15日、はい、どんな日なんでしょうか。はい、7月15日、世界ユース技能デーです。ユース技能、技術とか能力ってことね。はい、2014年12月に国連総会で制定された国際デーの一つとなっております。はい、若者が職業技能を習得することの重要性を確認し、その支援を呼びかける日。この日を中心として学習プログラムや討論会などのイベントが実施されています。2017年の7月時点で世界全体で若者の失業者が7100万人にも上回り、経済活動に参加する若者の約4割が無職であり、ね、働いても貧しい暮らしを送っている、ね、まあ、近年では世界中の会社や経済において急速なデジタル化が進んでいます。そんな中で若者への教育プログラムなどの十分な対応が行われていないという現実があります。ね、うーん、職がないっていうこと、しょうがない、しょうがない、しょうがないね。うん、でますますでもなくなっていくんじゃないですか。まあまあね、チャット GPT みたいなね、AI がね、まあ、だからこれがね、なんでかっていう理由の問題があって、うん、細かく見ていくとおそらくそのいろんな心の病だったり、技能があるとかないとかっておかしいやん、だってそもそも技能ではない ね、コミュニケーション能力がちゃんとあるかないかみたいなところと、教養レベルが一定に達してるかっていう、仕事に耐えうるだけのね、ちょっとまあ好き好んでっていうね、その嫌なことはしないっていうところも絶対あると思うし、だってあの人が欲しいとこいっぱいありますからね。そうですよね。全体的にでも本当にね、若者の学力レベルがすごく落ちてる。でそれって何っていうと、やっぱりなんか好きなことばっかりやってるっていうのは確かにあるかもしれないですけど、ね、いやだからそこで突き抜けてくれたらいいんだけど、突き抜けるほどでもないっていう、確かにね。うん、でしかもその好きなことっていうのはなんか楽しいことであって、役に立つ話とかではないみたいなね、そういうのが多いような気はするんですよね。もったいないね。もったいない、もったいない。だから勉強できる時にやっといた方が絶対いいもんね。本当に。まあ自分らもねできなかったけども。別にさ、働きながらでも勉強できると、まあ確かにそうやねんけど、でもやっぱり、ね、脳みその発達過程で言うと、もうね、あの昔は俺ノート1ページ2ページぐらいだったらもういい、あのパッて見たらすぐ覚えれたし、悩んだら1週間2週間ぐらい全然忘れてない。だから1週間前に、あ、そのとあの時先生あれ書いてたやんとかって覚えてたしね。けど今、いやもうそんな ノート1ページどころかこの辺に書いてあることすらもう昨日書いた内容とか覚えてないもん。あれ何書いとったこれみたいな、ね、そうなりますよ ね、まあ、だから本当にね、あの記憶能力の高いうちに覚えるべきことは覚えておいた方がいいと思う、ほんまに身につけれるから。でそれが基礎としてあるからこそ、いろんなこと判断できるようになる、専門的にやるっていうか、ほんまにそこに特化していくと、絶対残ってますもんね。残ります、残ります、まあ、大人になってからで言うと、まあ、僕なんか料理人になってたんで、料理のことに関して基礎技術は残ってますから。それはそうですよね、抜けないです、これは絶対。それをね、できるだけ早い段階で、早い時にやるべき。そう、ほんまに苦労はね、勝手でもしろという、しっかりと勉強してください。はい、しましょう。はい、はい、そしてもう一つ、はい、ファミコンの日です。ほう、おお、1983年、昭和58年の7月15日に、任天堂から家庭用ビデオゲーム機、ファミリーコンピューターが発売されました。日本国内での通称はファミコンですよね。はい、当時のメーカー希望小売価格は、14,800円でした。はい、発売当初、徐々に人気となり、1年間で300万台。すごいよね。販売し、その後スーパーマリオブラザーズ、ドラゴンクエストなど人気ソフトで爆発的にヒットし、4年足らずで1000万台を突破しました。
ね、もう国内外問わずね、いろんなところで発売されて、すごい台数が。だって1000万台ってことはさ、うん、あの10件に1件が持ってんだぜ。うん。そっか、すごい。ありました、家に。すごい、ありましたね。ありましたね。14,800 円っていうのが、うん、やっぱり子供のおもちゃにしてはちょっと高い、うん、そうですよね。うん、だからなかなか買ってもらえなかったかもしれないですけど。うん、いや、ほんでこれで任天堂が、うん、花札屋さんからゲームメーカーに変わった。花札屋さんだ。そうよ。もともとは花札屋さんですから。いや、多分家にある花札見たら任天堂って書いてあるんだよ。京都の花札屋さん。うん、いやでもね、あの覚えてるよ。だって俺も中学生ぐらいの時に友達の家遊びに行って、うん、あの学校終わってからもう速攻友達の家行って、ね、あのスーパーファミコンオリンピックやったけど。あんのや、あのオリンピック競技の、はい、走ったりね、なんか物投げたりとか、ね、うんうん、飛んだり跳ねたり、うん、なんかいろいろあって、うん、あれでこのコントローラー置いてこの爪でこうカチカチカチってこうやるんだよ。こうすると、はいはいはい、こう押すのより、はい、行って帰ってをこうやる、この速さの方が早いっていうね。2回、そうそう、これでも、これでも2回やったね。これですもんね。そうそう、でこれでガーってやってて、俺もうこれ爪割ってそれもうずーっと割れてね。僕ねファミコンの今思い出しましたけど、うん、ファミコンの基板あるじゃないですか。あ、はい、基板にこうなんかつけるアルバイト行ってましたよ、うん、おーすげえ、はい、マジで、うん、ファミコン作ってた。ファミコン作ってました。おーすげえ。スーパーファミコンやったらどっちか分からへんけど、お高校3年当時、まあ、その当時付き合ってた彼女の、うんうん、お家がその、あー工場、ファミコン屋さんやから、ファミコン屋さん、ファミコン作ってる工場、作ってる工場、3つぐらいの部品をつけてましたよ。あ、そうなの。すごいやんそれ。それを俺初めて。出荷してますね。どこかの家庭に。なるほど。いや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 、でもこのファミコンができたおかげで、家庭用ゲーム機ブームっていうのが、ですね。ね。うん。それまではゲーセンにみんな、あの砂利線持って行ってたのが、ね、みんな、うん、あの家帰ってファミコンやってるみたいな世界になって、はいはいはい、まあそういう意味ではゲーセン行くよりはマシなんかなっていうとこあんねんけど、うん、でもなんかあのゲームと友達になるやつが増えてきてっていう問題にはつながっていったりとか、ね、うん、当時なんかね、ゲームにのめり込むあまり、うん、現実世界に対する興味が薄れファミコンシンドロームという心の病気、はいはい、そこあたりからそうですね、っていうのもあったそうで、まあ、だからそれがおそらくあのユース技能デーにつながってるんじゃないかなみたいなね。はい、そうですね、くしくも同じ日に、ね、みたいな気はします、まあ、とはいえ逆にこうそのいやいやゲームが悪いんじゃないと、うん、ね、あの包丁が悪いんじゃないのと一緒やみたいな銃が悪いんじゃないっていうのと一緒やみたいな話はあるんですけれども、うん、そういう、はい、ファミコンの日だったと、はい、いうことですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、そしてですね、もうなんとあのオープニングだけでもう結構な時間使ってるんで、今日もえらい時間出そうなんですけど、はい、今日の、このプレゼン何かなしかは、これまた監督に、取材をしてきました。はい、はい、映画プラスティックという、プラスティックという映画の、宮崎大輔監督にインタビューをしてまいりました、はい、はい、これがねどんな映画かと言いますと、映画ヤマトカリフォルニア、トゥーリズム、ビデオ、フォビアなどで国内外から注目を集める宮崎大輔監督が、うん、幻のアーティストエクス・ケネディによる、1974年ライブ音源アルバムストローリング、プラネット74をモチーフに取り上げた青春映画ですと。青春映画なんですよ。で、映画愛で添いで恋の、小川杏、俳優の他にミュージシャンとしても活動する藤江拓馬が、主演2人を演じます。で、小泉今日子、鈴木圭一、豊田真帆、小野真知子らが脇を固めています。エクス・ケネディこと、井出健介が本作のために結成したプラスティックケディバンドが、音楽を担当していますという作品でして、はい、まあ、要は青春映画なんですよ。
で宮崎監督が、青春映画を撮ったらこうなるというやつを、自分なりに撮ってみたという作品になっておりまして、うん、どういうきっかけでどういう流れで、撮影したものなのかっていうのは、うん、インタビューをお聞きいただきたいと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。1974年、ゆぶき、そこにおる。あるよ。はい、それでは、映画プラスチックの、監督でいらっしゃいます、宮崎大輔監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、この、作品はどういう作品なのか、はい、簡単にご説明をお願いいたします。はい、若い男女がですね、エクスネケディという幻のバンドに、まあ、導かれて出会って、まあ、別れてまた出会うのかみたいなお話です。はい、そうなんですよ。簡単に言えばそういうことなんですよね。はい、ものすごく簡単に説明すればそういうことなんですけど、はい、まず、ね、このエクスネケディっていう、はい、あのアーティストがですね、これ今あの幻のっていうふうにおっしゃったんですけど、実はこれ架空なんですよね、本当はね。そうなんです、架空なんですね。あの、はい、井出健介さんっていうアーティストの方がご自身のアルバムの中で、架空のそのバンドとして登場させて、楽曲を出したっていうことがきっかけで、まあ、ちょっとなんか幻のみたいな話になってるっていう。そうですね、ちょっと扱いはいろいろ複雑なんですけど、うんうんうん、まあ、基本的にはそういうことです。はい、はい、で今回このエクスネケディを、まあ、映画の中で、まあ、言ったらはっきり言ってエクスネケディの楽曲がずっと使われてるみたいな形になってるかと思うんですけど、はい、そういう形になったらどういうきっかけがあったんでしょうか。まあ、僕はもともとその井出さんのアルバムを2年ぐらい前からすごく聴いていて、もう一番聴いてるぐらい誇張ではなく聴いていた中で、その井出さんと X ネが出したボイドのアルバムなんかも翌年アライブアルバムとかもすごく翌年にかけて聴いていて、でまあもともと僕が持っていた企画と、そのボイドの、X ネの持っている音源で何か映画を作れないかっていうところから企画が始まりました。なるほど、はい、なるほど。もともとだからこのその何、スネケディの話よりも前に、はい、持ってらっしゃったそのそうですね、あの青春ものというかの企画のストーリーに、その井出さんの持ってる、曲の井出さんというかエクスレの曲の歌詞の要素とかを取り入れながら作ったような感じですね。はい、結構ね僕思うんですけど、監督の作品ってその楽曲命じゃないんですけど、結構それって大事にした方がいいかなと思うんですけど。そうですね。でなんかあの今まで あの僕が見たの資料とかを見ると、はい、あの今までは割とヒップホップ使ってなかったって、今回なんかロック使ってるみたいなことが書かれてるやつとかもあるんですけど、はい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 、それはどんな感じですか。そうですね、いや、映画に使ってたのはやっぱヒップホップが多かったんですけど、まあジャズを使ったこともありますし、インディーロックを使ったこともあって、はい、ただその何て言うんですかね、音楽の映画でテーマがロックっていうのは今回が初めてで、うん、まあでも自分は、音楽鑑賞の入り口がロックだったので、うん、まあ、ロックをいろいろ聞くうちにそのヒップホップだのテクノだの、あのその他いろいろダブとかいろんなものに広がっていったっていう歴史があったので、まああんまりいざじゃあ改めてロックだっていうよりかは、まあ自然な流れだったのかなって気はしてます。そうなんですよね、はい、だからご自身の中では別に取り立てて別にヒップホップを気に入ってこればっかり使ってるということではなくて。そうですね、ヒップホップはとても好きでしたし、うん、なんか今の時代の音楽ではあると思うんですけど、それだけにこだわってるってことではないです。でそして、まあ、今回はまあ要は
音楽的に言うと、まあ、ロックって言っても、はい、割とその、あの、なんですか、時代的に言うとだいぶ遡ったところ。そうですね、だから70年代のグラムロックとか、うん、サイケデリックロックに影響を受けたような音楽が、まあ、流れているって感じですよね。ですね、はい、ですね。だからそれとその、まあ、現代の、はい、その高校生たちが、うん、あのぶつかってるというか、はい、その人たちがテーマになってるっていうところがある意味この作品では面白いなと思って見てたんですけど、ありがとうございます、はい、あのこれなんかあれですかね、その、その年代の人たちとかに、うん、あのこの音楽受けるとか受けないとかっていうのはどう思ってらっしゃるんですか。いや、まずその XA の曲は世代問わず響くものだと思ってますし、うん、まあ、なんか自分の中でその主人公たちがこうちょっとクラスで浮いてるというか、はい、映画にしろ音楽にしろ昔のものが好き、かっこいいみたいな背伸びの仕方をしてる子たちってイメージがあったんで、そういうその時代感みたいなのは、まあ、あんまり気にならず受け入れられるだろうし、逆にその頃のそのグラムポイントとかを今の子たちが聴いて新しいこう発見になってくれたら嬉しいなと思います。これね、あの今回の作品ってね、まあ、あのもちろん僕も見させてもらったんですけど、あの割と、はい、例えばなんか普通いわゆるその日本の青春ものというか学園もの的なやつだと何か壁があってその壁に立ち向かってでも挫折してとか、なんかそういうのってあるじゃないですか、ね、はい、アップダウンみたいな、はい、この作品見事にないんですよ、ね、その部分を全部スルーしていってるというか、はい、スルーしながらでも心地よく小気味よくスルーしていって、はい、で、あの、ね、向き合うのか向き合わないのかっていうところにだけそのシフトしてるっていうか、うん、それがすごい僕はあの面白いなと思ったんですけど、ありがとうございます。その辺はやっぱ監督の狙いなんですか。そうですね、だからまあそんなには見てないですけど、なんとなく日本のこういう青春映画がどういう流れかみたいなのは認識してましたし、あのそれを自分がやるというよりかはそういうものとはちょっと違う青春映画、あのアメリカのハイスクール映画とかそういう切り口で青春にアプローチしたら面白いかなと思ってました。なるほど、はい、なんか お好きな作品があるんじゃない。あ、そうですね、まあまあだからブレックファーストクラブとか、はい、あのその辺の、まあ、アメリカのハイスクール映画がすごくインスピレーション源にはなってます。なるほど、はい、だから本当になんかそういう雰囲気でつあの言ってるなっていうのは確かにあるんですけど、はい、あのまあ実際編集して全部終わりました、はい、見てみて、はい、狙った通りになってるっていうふうに思ってらっしゃるんですか。いや、なんかそのネタバレにちょっとなっちゃいますけど、はいはい、前半は割とその日本の景色でアメリカのハイスクール映画をやるってことは、はいはい、頑張っているなみたいな感じが、うんうん、なんか途中からちょっとアジア映画っぽくなるというか日本映画ではないんだけどアメリカ映画でもない、なんか無国籍な感じになっていて、なんか意図せずいい意味でその新しい感じになったかなとは思ってます。なるほど、はい、まあ、僕はでも感覚的にはそのアメリカのその映画っぽいっていうのはなんとなく理解ができるなと思って見てるんですけど、あのある意味その今までのいわゆる日本の青春映画とまた違う青春の描き方で、しかもそのあの音楽に乗っけての話なんで、長い MV をそのドラマパートメインで見てるみたいな感覚ではあるかもしれないですけど、はい、でもそれがいいっていう人は多分いると思いますね。 ありがとうございます、はいはいはい、さてさてでですね、じゃあプラスティックっていうタイトルはどこから来たんでしょうか。はい、はい、この映画の大きなインスピレーション源で、まあ、僕が大好きな、まあ、デビッド・ボーイっていうミュージシャンがいまして、まあ、デビッド・ボーイがその自分がソウルミュージックを初期にソウルミュージックっぽいものをやってる時に、まあ、その黒人音楽としてのソウルを白人の自分がやるってことで、まあ、まがいものとか偽物という意味もあって、うん、プラスティックソウルって呼んだんですよね、自分でやってるソウル、はい、そこから来てるっていうのと、まあ、プラスティックでいろんなものがプラスティックで作られた今の世界で、まあ、そのプラスティックって元の意味であるぐにゃぐにゃと固まらない定まらない若者たちがどう生きていくかみたいなドラマなので、まあ、プラスティックっていうタイトルはぴったりかなと思いました。はい、これね、まあ、見てもらうとお分かりいただけると思うんですけど、まず主人公のジュンっていうのは、はい、本当に若者っていう言い方したら俺若者に怒られるんだけど、ね、夢見てる定まらない男の子を代表してるような
割とはっきりしてないですか。はっきりしてるようではっきりしてないですよね。そうです、はい、であのこれ面白いのが、その間反対側にいるそのいぶきちゃんっていうね、はい、小川さんがやってる、はい、あのヒロインの女の子、はい、これがまたなかなかな肉食系というか、はい、はっきりとこう、はい、割と進んでいくタイプの子で、はいはい、あの見つけたらもう目を何度か輝かせながら前へ出ていくっていうタイプの子っていうのが、あのこの2人の対処がすごく小気味よくて面白いんですよ。 ありがとうございます。だからこの2人が出会い、はい、別れ、そしてまたどうなるかっていうところをこの楽曲と一緒に、ね、楽しんでもらえれば一番いいのかなと思うんですが、はいはい、それではそろそろお時間になってきましたので、はい、監督から、皆さんに一言お願いいたします、はい、監督の宮崎です。あのプラスチック7月21日から全国一斉に公開となります。いろんな年齢の方が楽しめる、男女関係なく楽しめる青春映画でありながら、まあ、少し考えさせられるようなところもあり、何よりもこう新しい音楽との出会いにあふれたあの作品だと思ってますんで、そういう音楽を発見し、そしてあいい映画だったなとか、私はこう思うみたいなこう議論をしに、ぜひ劇場へいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。はい、実はこのね、インタビューの前にも、私はあのエンディングの後どうなったっていう、ね、持論を実は熱く語っていたっていうお話もありますので、あのきっと皆さんもそれぞれそういう感想が、ね、あるんじゃないかと思います。はい、はい、それでは今日は映画キャスティングの、宮崎大輔監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。気づいた？気づいた？気づいた？気づきました？気づきました？一切編集してないよ。10分ちょうど。もうね、もうね、打ち合わせで、まあ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 打ち合わせは結構がっつりあったんですけど、うん、だからもう何、あの俺の持論展開してまでこう監督とわーって打ち解けていろいろやったりとかして、で、あれ場所がさ、またね、シネリーブル梅田の入り口のところなのよ、うん、入り口の脇っちょの方。ちょっと静かめに、そうそう、だからあんま大きい声で喋られへんのよ、だからちっちゃい声で喋らなきゃ、上にあのなんかその辺でガチャガチャするやつとかおったりとか、ムカつくとか思いながらやってんねんけど、もうドキドキしながらさ、これ大丈夫かなと思っててやった結果、うわちょうど10分やん、すごい、いや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 、でもね、この本当この作品本当に小川杏ちゃんかな、はい、めちゃめちゃ良かったです、めちゃめちゃ良かったです。あので今20歳ぐらいかな、うん、なんですけど、まあ、多分撮影当時19か18かぐらいだと思うんだけど、うん、女子高生時代から大学生までかなぐらいまでかな、うん、をやってるんですけど、ちゃんとその時代その時代でその女性を演じているし、うんうんうん、であの高校生の時のはつらつとした感じから大学生になってちょっと大人になったなっていうところもちゃんと演じ分けたって、うん、でこの彼女の役が僕もちょっとあのインタビューで言ってましたけど、うん、割と肉食系でね、うん、予告編でちょっと一瞬出てるんですけど、ほんまに道端でギターこうやってる彼を見つけた瞬間に、うん、あの後ね、まあ、これネタバレですけどね、あえて言います、これはもうあの見てほしい部分やから、うん、あえて言うとくと、友達に、あ、私忘れ物しちゃったって言って友達2人を送り出しちゃう、うん、で忘れ物した言いながらその男の子と、うん、だからもう見つけたらもう直球でまっすぐ行っちゃうタイプの女の子、うん、でこれがまたね大学生になってからっていうのもあって、うん、これその大学生になってからまたあのその高校卒業するときにもう別れてるんですけど、うん、2人はで、このあと大学生になって別の男を見つけた時の彼女の行動がまたすごいです、うん、あのとにかく、いやこれね、あの言ってるでしょ、あのもう言ってるじゃないですか、そのこの2人が別れてまたどうなるかっていうところを描いてるって言ってるんで、うん、あの別れるのはもう規定路線なんでもういいんですけど、言っちゃっても全然大丈夫なんですけど、とにかくあんちゃんのこのもうすごい言葉にならないぐらいいやもうほんとね肉食ですあれはっていうところをね、あの見ていただいた上で、さあラストはどうなんのかな、
ラストここでどうなんねやろうっていうのを、ぜひですね、見た後に俺と喋りたい喋ってほしい、はいはい、ぜひ映画館で、見ていただければと思います。あの4月21日から、シネリーブル梅田、それから、アップリンク京都で、あとシネリーブル神戸でも、まあ、要はあのテアトル系の、ね、映画館でね、上映されますんで、ぜひ見に行っていただきたいんですが、はい、もう丸出てたけど、はい、はい、ということで映画プラスティック、宮崎大輔監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、では次あゆみ、はい、です、はい、本日7月15日と16日、はい、明日もですねは演劇映像上映となっております。はい、はいはい、演劇映像上映いたします。劇団ユニットワオさんから消えたペテルギウスを探せ、はい、演劇博覧会からはミラージュ蝶が舞うを、2作品をね1回ずつ上映させていただきます。はい、時間先に言っておきますね。7月15日土曜日が15時の回と19時30分の回、15時がミラージュ、19時30分の回が消えたペテルギウスを探せです。で16日日曜日がその逆になりまして、13時から消えたペテルギウスを探せで、17時からミラージュ蝶が舞うを上映させていただきます。料金の方が、1000円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひ皆様演劇映像も、ね、楽しめますので、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、後で詳しく、情報を入れます、はい。そして7月21、22、23がさようなら野村裕二監督のさようならの上映となっております。料金の方は2000円プラスワンオーダー制となっております。こちらの方がね、キャストスタッフのアフタートークがあります、うん、はい、アフタートーク好きとなってますので、うん、ぜひぜひ楽しめますのでお越しください、はい、お時間の方はね、ホームページの方に詳しく載っておりますので、そちらの方を確認してください。はい、そしてカバの日ですね。カバの日が24日、次は7月24日となっておりますので、ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、7月はこの感じですね。はい、はい、はい、じゃあいきますよ。はい、今日のグッチョイ、はい、ということで今日のグッチョイは、はい、今日のグッチョイは演劇映像の上映の2作品をご紹介させていただきます。はい、はい、久しぶりにね、演劇映像をね、そうですよね、はいはい、前まで金曜シアターとか、ね、そうですね、金曜日に演劇映像をやっていたんですが、はい、復活しました。はい、今日と明日です。はい、はい、消えたペテルギウスを探せ、劇団ユニットワオさんの、ね、作品なんですが、はい、こちらね、2022年の10月の末ぐらいにね、はい、上演した作品となっております。私見に来ました。そうですよね、はい、を、はい、上演します。あの、あれですよ、あのだから吉尾の主演をやった、ね、はい、本田大輔が、はいはい、100円で出演しております。はい、こちらね、朗読バーでもね、はい、出演していた坂上さんとか花岡真知さんとか、はい、皆口邦夫さんとか、はいはい、出演されているものになりまして、はい、あらすじをちょっと軽く言いますね。はい、はい、消えたペテルギウスの探せはあらすじ、空にはきらめく星たち、しかしその輝きは過去の光を見ているに過ぎない、つまり私たちは星々の過去の姿を見ているのに過ぎない、今私たちが見ている人々の姿も現在の姿なのか、それとも過去の姿なのか、家族でさえも過去の姿を見ているだけだったとしたら、止まっていた時間を進めた時、初めて本当の姿が見えるかも、そんな家族の物語。そう、まあ、そうですね、だから、まあ、ちょっとある人を軸にして、でもこの人が出てこないんですよ。ある人を軸にするんだけど、この人が出てこない、出てこなくて、この人を探すというお話になるんですけど、厳しいパターンや、うん、で探すんだけど、一応連絡がつく人つかない人いろいろあったり、あの時連絡ついたのにみたいなのがあったりとかね。で実はその昔この人と関わってた人がすぐ近くにいるとかいないとか、でその人と親子の人がどうだとか、いろんなものが一応関わっていて、だから過去と未来も含めて、いろいろ未来じゃないか、現在がこう、いろいろと錯綜するみたいなお話、まあ全部現在の中で起こってるんですけどね、現在の中で起こってるんだけど、過去こういうことがあったなかったみたいなところも含め、いろいろとこう、
最後につながっていくみたいなお話には一応なってますね。はい、はい、を上映します、はいはい、そしてもう一つの、うん、演劇図らず、はい、ミラージュ超が舞うですね、はい、こちら、前回もね金曜シアターの時には上映とかしたりとかしてたんですが、うんはい、再び上映させていただきます、はいはい、小坂部さんのね作っている、はい、作品となっておりますので、うん、ぜひ皆さんお越しください。はい、あらすじを言いましょうか。はい、はい、ラウンジでの仕事をしながら小さな劇団で女優をしている片瀬アゲハ、彼女が小学校6年の時ジャーナリストだった父親がある犯罪とともに集団自殺をするという事件があったのだったが、今では 何事もなかったかのように探偵事務所の事務員をの仕事についている妹の翔子と生活していた。しかしアゲハには見えない目に見えない異変が起こっていた。ある日アゲハは小学時代の同級生のメリコと出会う。ベニコはシンガーとしてうまくいっているという。何もかもうまくいっているベニコに嫉妬心を抱くアゲハ、そんなベニコから共同公演をしないかと提案される。最初はベニコに反発していた雪ラインだったが、だんだんと考え方が変わっていく。しかしベニコには秘密があった。翔子の依頼で翔子の勤めている探偵事務所の面々が動き出す。アゲハの劇団にも謎の新人が加わり、劇団内も盛り上がっていく。探偵事務所では詐欺事件の調査依頼も舞い込み、捜査が進められていく。本番を迎えた劇団とベニコだったが、最終公演前に事件が起こってしまった。劇団公演はどうなるのか、詐欺事件は摘発できるのか、そして暗かったアゲハの心には光が差すのか、という内容となっております。はい、まあこれがね、なかなかですね、まあ筋自体は本当は単純な作りのはずなんだけど、まあいろんな見え方、人の配置とか、妹がいるその感じのとかっていう見え方が最初してるから分かんないんだけど、だんだんこう話がこうずっとこう一つにまとまってくるねみたいなところがあるんですよね。でこれがまたね、あの演出が、まあ坂部さんの演出がね、いろいろとね、なんかダンサブルになっていたり、はい、ステージもすごい変わった形にしてますね。そうですね、ちょっとダウン立体的というかね、変則的なダウンっていうこともあり、まあ、照明なんかも割と凝っていたりとかしてですね、まあ、見応えは、ステージじゃないかなと思います。2019年の7月に上演した作品になりました。僕もその時はあのスタッフというか、ね、外でこっちですよって言うとしましたけど、はい、まあ、初めてカラーズで、まあ、カラーズというかサスペンス、そうだね、サスペンス的な感じで、まあ、ちょっと不思議な感じで、まあ、ちょっとファンタジー入れながら、っていうところですね、なんだろう、まあ、人の中に生まれてくる嫉妬心というか欲望ですね、まあ、それがまあどういう風に動くのかっていうと、まあ、面白く描けたんじゃないかなとは思います。これがこのベニコがまたこう今添えてね、あの私見てて、お客さんで見てて、ベニコがあのアゲハに詰め寄ってる、あのシーンを自分でもこうね、想像しながら泣きそうになります。なるほど。はい、まあ、役者なんだけどね、はい、劇団員としてやってる役者 の、ね、あの主人公ですからね、はいはい、面白いです。ぜひぜひ皆さんもお越しください、はい、ということですね、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした。ですね、ものすごい出てます多分ね、相当あのちょきちょき切るとは思いますけど、いろんなところ、はい、なんとか35分ぐらいまでに収めたいなと思うんですけど、ものすごく出てるのは間違いないですね、はい、はい、ということで、まあ、7月も半ば来ましたよ、はい、で今月あれなんですよね、土曜日5週あるんですよね。そうですね、そうなんですよ、はい、だから、なんとこの番組は、7月5回配信になりますので、はい、5回楽しんでいただけます。あと2回あります、はい、ぜひまたいろんなネタを、2回やってね、2回あります、はい、いろんな ネタをね、仕込んでますので、お楽しみいただければと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。んおうおうは
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ayumi. Happy birthday to you. ありがとうございます。お誕生日でした。ファミコンと一緒。ということで皆さん、はい、また来週。